い、ご利用ですね。はい、どうぞ。Welcome to Aloha TV Japan. 日本の皆さん、こんにちは。私の名前はイチノです。今日はアサイボールのことを喋ります。アサイボールはアサイベリーのシャーベです。そしてナッツ、フルーツとハニーが入っています。すごく美味しいんです。女の人が食べるとお肌がツルツルになります。すごく美味しいんです。今日はフード&ワインのフードアンドワインフェスティバルの人がビデオクリップで来てくれます。そして今日のナビゲーターは瀬川キーさんです。レッツスタート。ですけれども、アロハティーでようこそお越しくださいました瀬川圭です。さて今日はですね、なんと、アニュアルイベントとして第2回目を迎えたですね、ヒルトンハワイアンビレッジで行われてます、ハワイアンフード&ワインフェスティバルにお邪魔してみました。もうこのゴージャスな雰囲気どうですか。通常ですね、こちら あのラグーンエリアなんですけれども、丸テーブルをパツパツに置いても600人ぐらいが入る大規模な会場なんですね。そこがですね、今日は何だろう、巨大ビュッフェ、しかも、世界の一流シェフが集まっての大フード&ワインフェスティバルが開かれているということで、もうみんなドレスアップしてきてるんですよ。早速皆さん会場をご案内したいと思います。行きましょう。なんと4日間全部で開催されているんですが、今日で3日目ですね。明日が最終日ということで、もうすでにですね、フード&ワインフェスティバルは2日間の連続してハワイで行われているんですが、もうさまざまなシェフが、世界中から集っています。今日もですね、今日だけして参加しないシェフもいらっしゃるんですけれども、メインランドや日本からも著名な方たちが来ていてね、もうどのブースに行ったらいいのかよくわからないぐらいですね。ここら辺はちょっとローカルセクションなのかな、コリアンとか、そうですね、アジアンセクションになるんでしょうか。ちょっと私もね、いまいちどのように区分けをされているかわからないんですが、もう本当に巨大超贅沢ビュッフェですね。このようにブースの前に食べやすい、ポーションでですね、食べ物を取ることができますので。さてアロハー、なんとね、お忙しい中この方を本番前に捕まえてしまいました。京都からお越しの笹島シェフです。アロハー。アロハーもうなんか京都というより本当にハワイですね。そうですね、もう今日も現地入って3日目になりますんで、はい、ね、数あるレストランの中から、はい、笹島シェフが、日本をある意味代表ということで、はい、ハワイに進出しているわけですけれども、はい、そこら辺のプレッシャーとか苦労された点ってありました？はい、いやでも僕はノブさんにね、非常に可愛がっていただいてるんですが、ハワイ時々やっぱりイベントで呼んでいただいているので、食材のこととかそういうのが全く初めてではないので、今回も非常にいい材料を揃えることができたので、そういう不安はあんまなかったですね。はい、やっぱりね、国によっては嗜好も違うと思うんですけれども、はい、日本人が美味しいと思うものと、はい、ロコが美味しいと思うもの、はい、なんかこんなに違いがあるんだってびっくりされた体験あります？やっぱりこちらの料理というのは、例えばドレッシングとか、そのベースになるそのバチッと味を決めるものがあって、それで食材を食べさせるという感じですよね。で日本の場合はやっぱりその材料の持ち味を生かすというのが、その持ち味、素材の味で食べさせるというのが日本料理なので、その辺の違いというのは非常に大きいですよね。はい、
ズバリ今回の一押しのメニューは。そうですね、まあ、こういう野外ですので、まあ、でもイタリアンですから何度かもパスタを、ね、食べていただきたいなと思ってたんですけど、なかなかそのロングパスタを使うことができないので、まあ、今日はショートパスタですけど、こちらの現地のすごい美味しいアヒですね。これはちょっと昆布とかを使って、料理しまして、さっき言ったようにその素材の味で食べさせる、まあ、ジャパニーズスタイル のパスタですので、まあ、こっちの人に楽しんでほしいですね。はい、ぜひ日本のスタイルのパスタですけども楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ、そしてこちらは、うわ、飲み物お酒ジャンルになってますね。いろいろな、なんだろう、ソムリエさんとかもいらっしゃってますね。有名なバーの方とか、あ、そして何、日本からの方もいらっしゃってます。こんにちは。日本語大丈夫ですね。はい、もちろん。あ、もちろんです。日本から日本からのご参加、はい、うわ、ありがとうございます。ちょっと説明していただいてもいいですか。はい、私どもは茨城県の酒蔵です。三種類のお酒を持ってきました。渡り船というお酒、それから渡り船の純米吟醸と純米大吟醸、そしてあと太平海というお酒、この3種類を持ってきました。とても吟醸酒、香りの良いお酒、地元の農家さんに作ってくれてもらった、契約栽培で作ってくれた酒米を使って仕込んだとても香りの豊かなお酒です。さあ、そしてこちらはカリフォルニアとかですね、メインランド、そう、ワイン のブルーナリーですかね、自慢のワインを、テイスティングできるところですね。これはね、お酒ファンにはたまりませんよ。なんか、はい、お待たせいたしました。こちらもですね、本番前のお忙しい中に、ロイズで有名なロイ山口さんご本人を捕まえちゃいました。 Thank you so much for taking your time today. ありがとう、アイコ。 Thank you very much. Well, this event is more is mainly for a lot of people that want to walk around and try their different types of food from all the different chefs that are coming here. So, you know, we're very, very happy. The weather is nice. The Hilton Hotel is very lovely. So.Yes. Yeah, yeah. Please come. うちのハワイに来て、やっぱりうちの、まあ、来年のまたハワイフードワインフェスも来てください。待ってますから、どうぞよろしくお願いします。さてさて、そしてこちらが、アントレーセクションになるんでしょうかね。もういきなり和牛ビーフステーキ出ました。少しお待たせして。This beef is wagyu. It's a Japanese style beef raised here in Hawaii. It's very juicy. It has a lot of marble, a lot of fat. Oh my god. Inside fat. You can pick it like a taco. Oh, okay. 見てください。ステーキがトッピングされてるんですけれども、シソのね、なんかパンケーキに乗せてるらしいんですよね。面白いコンビネーションですよね。アメリカ産の和牛ということで、非常に、何、ちょっととろっとしてる特徴があるんですよ。いただきます。おいしい。柔らかい、確かに。パイナップルベーコン、これはテネシーからですよ。わお、ちょっと聞いてみましょう。 Hello. You guys are from Tennessee? Yeah. Oh my goodness. Wow. Welcome to Hawaii. So this is a Tennessee cuisine? Well, it's Tennessee inspired cuisine. Uh-huh. Hawaiian. Yeah, local thing. Yeah. Was it kind of difficult to be inspired by like a local cuisine? Oh, absolutely not. No, absolutely not. Once you really had to figure out what you want to use, and just pick something out and begin to learn about it, I think as a chef you're automatically inspired by what you see. Wow, you guys are genius. Wow. All right, so I would love to have a taste with this one. Right? Yeah, thank you. これポークベリーだから、何、豚の三段バラじゃなくて、なんだっけ、角煮か、角煮ですね。その脂身のところを使ったテネシー風のクイジンをローカルの、素材を使ってアレンジしているものなんですって。これもちょっと後でいただきますね。そして、うわ、何、ニューヨークから焼き鳥オブハドソンバリー、へー、すごいね。これフォアグラって書いてない？Thank you so much. I mean, I was really impressed that you're in Hawaii from New York and doing the yakitori, the Japanese style cuisine, and using the foie gras. Yeah. So this is foie gras, duck heart, and duck breast, and it's a Thai style papaya salad with green papaya, green mango, Thai vinaigrette. So it's a sort of a
Asian fusion a little bit before that. Thailand and Japan. We're cooking over grilled wood. Wow. So it's a really nice dish. さあ、こちらが、ニューヨークからの、ダックですね。のフォアグラなんですけれども、下がタイ風の、ヌードルを使っているアジアンクイジンですね、をフィーチャーしたものということで、難しかったって言ったら、いやいや、そんなことないよって言ってたんですけども、もうこのフェスティバルのためだけに、考案されたメニューなんだそうですよ。ここは VIP シートが500ドルもするフェスティバルなんですけども、ここでハンバーガーってどうです？これどんな高級な素材を使っているハンバーガーなんだろうって気になりますけれども、この Thank you. ワイルドブラッバンガーですね。レストランインポッシブルというところが、And the key here is everything on this plate is natural and it's made here. なんでみんなが持ってると気になったんですけど、イノシシの、ね、肉なんですって。で、もともとソーセージを作ろうと思ったんですけれども、実は直前に機械が壊れてソーセージが作れなくなったので、急遽ハンバーガーにしたら大当たりだったそうですよ。こんなの作ったことないって言ってましたけどもね、まさにお料理改革だっていうことでしたけども、非常に楽しいシェフでした。こちらもイーストコーストの方ですよ。カンパチコスターダ、もうこのね、やっぱりハワイアンフードワインフェスティバルということで、全て、どこのシェフもローカルの素材を使ったものを提供しているんですよね。で、こちらはカンパチのコスターダということで、 Hello! Hello, how are you? You are from Boston? Yes, I am. Oh my goodness! Welcome to Hawaii! So, you're using the local ingredients, right? Yeah, we have some local kampachi. We also have the tortillas, believe it or not, were made by a local Hawaiian tortilla factory as well. Oh my god! こちらはカンパチで、をベースに使ったものなんですけれども、すごいですね、このグレーズに梅干しとかシソとか、使ってるんですね。そして、キムチ、これ韓国ですけれども、さまざまなね、ハワイで馴染みのあるエッセンスも使って、作ってるんですって、ね、嬉しいですね。このボストンやイーストコーストの方たちも、ハワイの素材を使いながら美味しいものを提供してくれるいいフェスティバルですね。さて、こちらがですね、京都からのご参加ですね。実はインタビューをさせていただいた高島シェフのところですけども、こちらがさっきおっしゃってたパスタ、うわー、ちょっと説明していただいてもいいですか。これは何が、これはラギを、ラギでホームメイドのツナを作って、うわうわ、それからこっちのチェリートマトですね、はい、で、上にかかっているのがカラスミなんですね。うわ、カラスミ、うわー、これは超ここはちょっと超贅沢品和っぽい感じで、最後は指令が、はい、そうですね。これはマヨネーズとかそういうのはこっち現地みたいな、はい、みたいな、そのさっき言ったような、はい、ハードなものじゃなくて、本当に素材の味にだけなんですね。アイテムオリーブオイルだけなんです。うわー、なんかヘルシーな感じもしますね。そうですね、全然ヘルシー、嬉しいです。じゃあちょっとゆっくりいただきますね。ありがとうございます。さて、ということで、まだまだこのブース回りきれないんですけれども、本日は5時から入場して9時までたっぷりと皆さん時間がありますのでね、ゆっくりとお腹の調子を見ながら楽しんでいただきたいと思います。ステージではこのようにハワイアンミュージックエンターテインメントも楽しめるようになってますのでね、まさに素晴らしいハワイのロケーションを生かしたハワイアンフード&ワインフェスティバル、ぜひ、来年も3回目続けていただきたいと思います。では私食べてきます。Thank you.